だけど女優さんの名前とかはもう一切わかんない。誰が出てるとかなんか全然わからない。なので喋るときはこんな映画あったんですけど見たことありますかっていうのを言ってくれると話が多分通じるかなと思います。本当に寝方がわかんないですよね。わかる。なんだろう、寝ないの最近ね。寝方がやっと寝れて2時間とか3時間寝方が全然わかんない。それで眠くないの？昼間来るんだよ。そうそう、仕事中に来るんだよね。昼間来るんだね、やっぱね。体がそういう風に寝ちゃいけない時に眠くなる。あ、そう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 、全然寝方がひょっつもわかんない。はあ。だから4時5時ぐらいだから俺そのうち多分あれですよ、みんなに LINE とかもう4時ぐらいで、やめてー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 みんな一緒だろ痛みは。ごめんこら痛みは分かって分かれ分かっちゃわない、分かれ分かれ分かれ、やめてくれって感じで。ほんとダメだな。だからなんかYouTube で癒しの音楽とかさ、川が流れてるやつとかさ、セミが鳴いてるやつとか聞くんだけど、うるせんだよ。うるさいよ、ピュー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 。ちょろ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 とかさ、ふざけんじゃねえよと思ったの。はい。それで、まだ15分これ言っちゃおうよ。結果言うんだよね。言わないって言ったことないんだけど、覚えておいて、これ見てる人は覚えておいて、ここの人も覚えておいてほしいんだけど、絶対にサンドイッチブームが来る。